はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。売りなら丸なら様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。10月1日日曜日、外国人実習制度廃止デモ開催いたします。来てね。動画説明欄もっと見るをクリックして詳細をご覧ください。佐々木すぐるでいいんですかね。まさかタクとは読まないよな。 TBS 社長、男が被害者ってピンとこなかった。あは、炎上。大失言ですね。これでよくね、あの政治家の失言とか叩けんなーっていう。呆れちゃうよなー。世論、これは大失言。言い訳がひどい。やばいこと言ってて草。ってことは知ってたんだな。まあ、被害があるってことは知ってたんだよなーっていう。知ってたってことでいいんだな。言い訳がだんだん苦しくなってきた。これは言わない方が良かったんじゃないか。商売を優先して見て見ぬふりしたんだろう。ジャニーズからどんな圧力受けてたか説明しろ。これは簡単ですね。都合悪いこと書いた記者を尾行して自宅を突き止めて、内容証明郵便で、脅迫するっていう手口ですか。試験ですけど、まあ、女性の性被害は今もあるんじゃないの。枕営業とか、まあ、あの芸能界にはつきものって聞きますし、AKB48 は大々的にそれダメよって言わないっていうことで勢力拡大したって噂聞いたことありますよ。見て見ぬふりしてんでしょ今でも佐々木社長は。佐々木社長自身だっていい思いしてるでしょ。女性の枕営業、なのにこの言い草と。欧米はこういうのずっと日本より厳しいですかね。あの未成年への、性犯罪ってね、平気でね、あの懲役300年とか信じがたい数字出てきますんで、こんなのがあの社長とはテレビの劣化も極まれるって感じなんですけれども、TBS ではないんですけれども、あのテレビ朝日、何年か前にあの株主総会に参加して、運よく指名されて質問できたことあるんですよ。私、殺人事件の韓国籍被害者女性の通名だけ報道したんじゃ、この人亡くなったって分かんない、親族とか通名知らない人、本名だけしか知らない人、通名しか知らない、通名は知らなくて本名しか知らない人、亡くなったって分かんないんじゃないのって質問したらですね、常務、その通名が世間に広く浸透している場合は通名を報道しています。いや、そうじゃなくて、なんで本名を報道しねえのいうことを聞いたんですけど、通名と本名どっちも報道しなきゃ亡くなったこと分かんない人いいんでしょうが、常務…この時分かったんですけど、テレビ局の社長だ、専務だ、常務だって言っても中身は本当にバカなんだなって。お互いに可愛やって70年、切磋琢磨のない世界で、そりゃバカにもなりますよね。こうやって干からびていくんだろうな、きっとな。なんか縮んでいくんだろうな、互いが互いを可愛やってさ。なんか覚醒しちゃって、産経新聞みたいな論調で報道を始めたテレビ局は抜きんでるとは思いますけれども、まあまあこうやってお互いお互いかばい合ってね、富士でも隠蔽とか、スクランブルでも隠蔽とか、こうやってバカになっていくんだろうな。今回の社長の見解はですね、 TBS 全体の見解になったみたいで、アナウンサーからコメンテーターから全員同じこと言ってるらしいであります。あーあって感じ。テレビ村の仲間同士は叩かないから、海外メディアあたりに叩いてもらうしかないのかなー。あとは私みたいなその弱小の言論人っていうんですか、ゼレンスキー、我々の次はポーランドとバルト三国だぞ。そのバルト三国の一角、リトアニアの大使、中日大使、テレ朝番組に出演しました。うちらはロシア一国だけが
脅威だけど、日本産は3つもあっても、3つもあって大変よね。中国、ロシア、北朝鮮。海があるから安全って考えは不思議よな。コメンテーター、萩谷だか、小木谷だか、萩谷、小木谷、小木谷はないか。舞子、弁護士だそうであります。でも、軍備増強すると緊張が高まっちゃうじゃないですか。外交が一番大事では。まあ、外交で戦争を避けるのが一番大事では。大使、軍備も外交も両方大事に決まってんだろ。本当に空爆されんだぞ。リアリスト対バカパヨ女の戦いはリアリストの圧勝でありました。世論です。グーの根も出ない正論。共産党が言いそうなセリフだけど、共産党員なの？離婚専門の弁護士が口出すな。離婚専門の弁護士なんだってこの人。じゃあ国防とか軍事とかわかるわけねえよね、外交とかね。有能な弁護士だったらテレビに出てる暇なんかないんだよな。こんなバカでも弁護士になれんの。なんかね、思想は知性を凌駕すんですよね。鳩山由紀夫ってあんなバカでも東大出てますもんね。日本のお花畑バカ女に世界の厳しさを叩き込んでやってくれ。外交もいいが、まずはスパイ防止法。スパイ防止法ない国、日本だけですからね、世界中でね。これスパイ防止法の部分、アメリカさんにオムニ脱行なんだろうか。なんか日本が自ら、好き好んで属国やってるような、気がしますけれども、外国人の方がまともとは、てんてんてん。外交で戦争回避を。共産党が日頃から言ってることですね。この女弁護士は、忠実な共産党員かもしれないですね。その外交って具体的にはっていう質問には絶対答えないんですけど、共産党はね。もしくは回答としてですね、それは外交で戦争を回避することとか繰り返す話の通じなさ。あ、そんなんだから消えかかってんですよね。支持得られなくてね。映像を見てませんけれども、リトアニア大使さん、日本語上手だそうであります。日本のバカぽよ女よりも外国人の方が全然まともという情けなさ。情けないったらありゃしない。この女弁護士、日本の恥ですね。もう国辱。日本の女がみんなこんなバカって思われたらどうしよう。こんなバカ女ばっかじゃないです。これは例外的な存在です。大概の人はもっとまともです。誤解しないでください、リトアニアさん。市役所や県庁などの職員の暴力、5年で5倍増だそうであります。5年で5倍増。世論、日本人の凶暴化、昔からお役所仕事って言ってたな。まあ確実丁寧にやんなくちゃいけないから見てて遅くてイライラすることはありますよね。加工食品ばっか食ってるからイライラするのでは。カルシウムので落ち着け。荒ぶる底辺、見境なし。窓口は派遣なのに殴られてかわいそう。体感でもイラついてるやつ増えたような気がする。脳が老化で感情のコントロールができなくなる。どんどん逮捕しちゃって、これ脳が老化で理性が衰えてくんですよね。大脳皮質、理性を司る外側の方が先に衰えてきてですね、その人の人間性がむき出しになるっていうのは、昔から言われてることで、まあ年取って怒りっぽくなってきた人は元から怒りっぽい人なんだよ。若い時は理性でそれを抑えてたんですけど、年取るとむき出しになってくる。私みたいなですね、雑な人間は、だらしない人間は年取ってもっと雑に、なんかどうでもよく、だらしなくなってくんのかな。恐怖しておりますけれども、日本人の凶暴化ではないような気がすんだよな。若者礼儀正しいもん。犯罪件数は年々右肩下がりなんですよ。人口も減ってるしね。実際に暴力が増えたんではなくて、役所が容赦しないでどん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 通報で逮捕、事件化ってなってる可能性が高いです。もう10年以上前にもなりますけれども、パスポート窓口で1年ばかし働いた派遣女性言ってました。これとこれ持参するようにって指示した文書を渡しても持ってこねえんだよねで書類不備で渡せないって言うと
怒鳴り出すって、あの目の下ピクピクしてました。相当なストレス。これね、あの日本人の 76% は150字程度、あ、字っていう字間違っちゃいました、150字程度の文章を理解できないって調査結果もあるしね。まあこの話は明日しますけれども、それでもね、先進国で1位なんだって。76% どこじゃないんだって、他の先進国。びっくりしちゃう。行政文書読んでも理解できなかったんですかね。例えばあのパスポート窓口だと、まあ持ってこいって言われる予想、戸籍謄本、住民票、印鑑、あと写真とか免許、保険証なんかでしょうかね。ちょっとわかんないですけれども、それあの抜けてる、どれか欠けてる、持ってこねえ、っていうと出せないよね。パスポートなんてあの一番厳重にしなきゃいけない身分証でしょうよ。こんなのね、なりすましたらどうすんだ。いいから渡せってのはおかしいよね。これね、あの遠くからわざわざ来てんだからいいから出せってじいさんがわめくんだって。靴沢案なんですけど、まあパスポート窓口もそうなんですけど、生活保護やその他を扱う、まあ暴れられやすい窓口は、福祉課とかね、お願いしてですね、あの警察署内にちょっと場所もらって窓口置いたらどうだ。暴れたらすぐね、あの逮捕、警察官だらけだから、暴れられないんじゃないでしょうか。それが無理っていうんだとですね、あの役所の各階に警察官に常駐してもらうのはどうでしょう。今でもあの警備員とか、まあ民間のバイトさんですね、辞めた警察官の方とか多いらしいんですけど、じゃなくて本物の警官に常駐してもらう。本物警官の証言とかは裁判では強いです。現任つってですね、裁判官じゃないや、警察官はそんな嘘つく必要ねえから、警察官がこうでしたって言うと、そうかっつって証拠性が強いってなる。人口右肩下がり、犯罪件数右肩下がりで警察予算減らされちゃいますよね。このままだと、今後ですね、不法滞在者24万人によるですね、自治区の要求して暴れるとか騒ぐとか、台湾侵攻に連動してですね、人民が放棄するとかないとも限らんすもんね。だからですね、犯罪件数右肩下がりでもですね、警官の数減らしてほしくないんですよね、私はね。こういう危険性を感じてんで、女性だけ、困難女性だけ支援事業とか、若年被害女性だけ支援事業とか、誰も望んでないですね、女性議員を増やせ、女性役員を増やせ事業とか一切やめて、お金節約しても警察予算は減らさないでほしい、維持すべきだと思っております。実習制度でね、どうせ今年もですね、数千人失踪して不法滞在者、地下に潜伏する不法滞在者数千人増えるわけですしね。5% で騒ぎ出す、 10% で暴れ出すっていうのは私の持論でして、他の国でもですね、大体このぐらいの割合で、移民難民受け入れたとこね、大変なことになってる。ゼレンスキー、人類は国連に期待できない、演説ぶちかましました。これ安保理が不甲斐ない、なんで中国とロシアどっちかが拒否権発動したら流れちゃうの。これを非難。それは人類の敵の中国共産党とですね、ロシアが常任理事国でございつってでっかい面してんだから当然ですよね。国連は人類のためにならないなぜなら人類の敵が2つも、でかい面してるから、幹部面してるから。世論です、知ってた、そりゃ中ロが常任だから当たり前といえば当たり前。ウイグル、チベット、ウクライナ、常任理事国が率先して侵略、主語が大きいのに全然間違ってない。拒否権がある以上国連なんか何も意味ない。中ロが世界のリーダー面するのが間違い。生臭い欲望の塊みたいな組織、まあ利権だらけですよね。だから SDGs だって、利権でしょ、どうせ。試験ですけれども、戦勝国連合、国連ね、戦勝国連合に敗戦国の日独伊が
混ざってるって茶番じゃねえの。速攻で占領されたフランスがですね、幹部ずらしてえばってんの、茶番じゃねえのか。戦後にできた中国ロシア、中華人民共和国も戦後に建国したロシアじゃなくてソ連だったんだから、ソ連が国連の幹部だったんだ。なんでその後のこのこできたロシアが幹部の椅子に座ってでかい面してんのか、茶番ですよね。一回リセットすべきなんだよな、一回崩壊した国は。常任理事国のウイグルチベット侵略を止められなかった無能組織ですよ。国連自体が茶番と言ってもいいんですね。戦後構造の代表が国連でしょ、戦勝国連合なんだからさ。戦後レジウムの脱却っていうんだったら国連潰すか別組織に作って移るか、ジャニーズみたいにね。それとも日本が日本だけ抜けるか、ドイツさんも抜けましょうよ、俺ら敗戦国だしさ。敗戦国条項全然撤廃されねえしさ、言うしかないな。他にどうすればいいか、国連なんとかしないといけない、こんな茶番。ちょっとアイディアあったらコメントに書いてください。くら寿司ホタテフェアやります。だそうであります。世論ご一緒にホタテいかがですか、ポテトいかがですかみたいな。ホタテ握りかあんま好きじゃないな。こんなね、おっさんの好き嫌いはどうでもいいからバター醤油で食べたい。だからおっさんの好き嫌いどうでもいいから、炙りあるんじゃない。いいぞ、外国人に食わせるな、日本人だけで食っちゃおうぜ。生より乾燥ホタテ、いや乾燥干物の方が好き。だからおっさんの好みはどうでもええっつうの。国産肉厚ホタテ1貫280円高っ。まあくら寿司の中では高価格かな。普通の寿司屋とか他の寿司屋行ったら280円はまあまあ高くないっすけどね。ホタテ280円はまあ一貫か、一皿じゃないのか。やっぱ高いかな。試験ですけど、くら寿司もいろいろ不祥事やって全面的に応援できませんけれども、企業としてね、なんか店長過労がなんか自殺して、で文句言ってた遺族にですね、脅迫したとかそういうのあったじゃないですか、くら寿司。くら寿司に限らず、まあホタテに限らず国産品食って応援しましょうよ我々。なるべく魚食うようにしてさ。チリ産じゃなくてノルウェーサーモンとかじゃなくてさ、国産の食ってあげましょうよ、思います。実は今ぎっくり腰になっちゃって、一昨日あたりからなんか起きた時からぎっくりしてんだよね。なんだろうこれ、寝てる間になんかグギとかやっちゃったのかな、おかしな話だな。でもまでに、治るといいなと思っております。デトックスジャパン。